2階の常設展示室にやってまいりました。ここからはご説明をいただきます。お名前をお願いいたします。はい、あの、石神公園ふ、あの、ふるさと文化館副館長の渡辺と申します。はい。よろしくお願いします。はい。では、早速なんですが、はいはい、私たちが今いる、ここ、どんなコーナーなんですか。あの、ここは練馬のですね。あの、歴史を。あの、出た資料であ、あの、紹介するコーナーでして<ー>。ここはですね。あの、古い時代。 練馬大根は江戸時代に作られますが、その前の時代で。まあ、土の中から出たですね、異物等からですね、土器等からですね。練馬を紹介する困難になってます。いろいろと出土してるんです。ね。そして、渡辺さん、これ、大根ですね。はい、あの練馬大根。はい、あの形が違いますね。そうですね。はい。で、こちらが。ええ、あの、干して間もなく。はい。はい。 でこれが干して十日ぐらい経ってからのものです。で本物からねあの型を取って作ってます。はい。でこの大きい樽は何ですか？はい。これはですねあのネギ大根を漬物にするときですねあの大量に作るときですね使った樽です。はい。ちょっとのどけるようになってますね。はい。お大根漬けてますね。はい。あれ私が漬けてる。はい面白い。ちょっとここはですね楽しんでいたコーナーになってましてあの実際のどくとですね。 皆様が作っているキビンが味わえるんですね。ね<ー>そういう困難になってます。えー、はい。またもさ三種類ここに練馬大根ありますね。はい、はいはいはい、はい。でこちらの一番ですね向かって右側のものがですね、はい、先ほどがご案内しているですねあの今につながるですね、えー、あのたくあん漬け用のですね練馬大根ですね。やばいこんな長いんですね。はいはい、今も作っているんですね。えー、であのこの真ん中とですね向かって左のものは。はい あの真ん中のものはですね、あの練馬大根の元々のものをですね改良した練馬秋詰まり大根という種類です。で左のものはあのこちらあの練馬大根は秋あと作る大根なんですけど、はい、夏作るですね実の合わせ大根というものなんですね。でも、ね、本当に練馬大根ってねスラッと長いね綺麗、はい、な大根なんですね、はいはいはいで。しかも真っ白ですね。そうですね。さあではどんどんいきましょうかね。はいはいはい、じゃあちょっと体験できるコーナーの方ですね。はい、あ,あのご案内いたしましょうか。 ちょっと農具ありますけど、ちょっと回していただけますか。あ、ハンドル回してみます。回しています。ちょっと重さを感じます。風が出てます。はい、風出てます。強く回してます。あ、はい。もいいですか。あ、結構涼しいですよ。涼しいですか。よかったこれはどういう動くかというとですね、あの穀物をですね、あの収穫するときですね、もみ殻をですね、あの取ったときですね。米とか麦にですね、あのもみ殻がついてます。はい。そのままだとですね、あのなかなか調整しにくいので、これでかもみ殻を飛ばすんです。 揉みが軽いから飛んでっちゃうんですけど、で身だけここが出てくるという道具ですね。遠見という道具ですね。遠見でこういう風にでこの外文化がこういうのですね、回したり担いだりですね、体験もできます。こ担いでいいんですか、カゴ体験もできますんでですね。はいこの辺りも道具がいろいろありますが、あのねまだまだあっちの奥の方にもあるんですけれども、ぜひ訪れてください、皆さん。 こちらはムラカミ館長ね。でこちらはですね、この4月からですね、あのフロサト文化館の館長として就任する村上館長のご覧になってます。はい。で今あのご覧いただいているところはですね、村上館長の初期の作品。光岡お住まいの時ですね。光岡が描いた作品です。だから実際ですね、光岡の舞台が出てくるということで、あの写真と比較できるように今展示しておりますね。はい。こちらにも館長ですね。パネルがありますね。はい。 あのー、最近の作品となっておりますね、はい、でこちらの方のです、ねあのー、今連載中の当番、ね、の方はあの関西が舞台になってるんですけど、はい、あのそ,そこにです、ねあのあのー、関西の方のです、ねあのー、古い屋敷がです、ね、描かれておりますが実はこの元となったのは石神、ね、<お>公園ふるさと文化館に併設されています旧一軒住宅だそうです。こ<い>これ今、ね、NHK ドルマでで、ねええ、漫とということで、うん あの牧野富太郎博士のドラマやっておりますが、はい、高知の広報誌にもですねあの村上館長「頼まれ」て書いておりまして<ー>、はい、でこちらがあの高知の広報誌で、ね、これは原画の方の複製品になってますね。えー 素敵ですね。はい、ということで、あのまだまだ紹介しきれなかったコーナーもあるんですが、はいはい、見どころたっぷりとなっております。はいえー、ふるさと文化館はなんと入館無料で楽しむことができます。えー、ただし、特別展の観覧は有料となっております、えー。ぜひ足を運んでくまなく巡っていただきたいと思います。渡辺さん、ここまでありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。